どうも、エルザレットです。それでは、セレステやっていきたいと思います。前回の続きですね。次は、倒るために鍵をゲットというところですね。さあ、ただ、大島くんは、苦悩の塊がこれになってるという感じなんでね。あれ？回ってから4。あとだね。そんな難しくはないか。勢いでいけると思ったんだけどな。先下行こう。いや、そうでもない。後でいいか。はい。さあ、ここ。ああ、なんでだ。急に行けなくなるこの感じは嫌だな。はい、いかん。ドツボにはまってきだしたね。いやー、上も下も気をつけないといけないってなるとやっぱ結構むずいな。やっぱちょっとドツボにはまってるね。いきなりドツボにはまってしまってるね。さあ、 B 面がある。B 面取り行くか。B 面アンロック。あ、 B 面とかこれ何なんだろうね。やり込み要素だと思うんだけど。さあ、大城の日記だ。最後の日付は何十年も前のものだ。今日をもって当ホテルその歴史に幕を下ろす。シャーロットが従業員たちに声をかけ、山頂への廃棄を企画した。多くの者が頂上に立ったことがないのだ。フィナーレにふさわしいイベントだと思う。でもこうして実際にその時を迎えてみると、最後にもう一度館内を見て回りたくなった。だから僕は参加しないことにした。全ての部屋を見て異常がないと確認したら後から追いかけよう。本当にこれで終わりだなんて、僕はこれからどうすればいい。やっぱり今夜はここに泊まろうか。最後にきちんとこのホテルにお別れをするために。ってことは従業員はそのまま帰らぬ人になったってことか。いや、だいぶシビアじゃないか、ここ。でも今ので多分進め方は合ってるはずだから。思ったよりも行くのが遅い。とりあえず。まず行こう。で、多分、コツとしては、あー、むずい。シビア。焦らなくてよかった。ああ、意外とジャンプでギリいけるのか。滑るな。ちょっと待った。さ、よし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 。はあ、ゲット。
トントン。あら、こっちは別のところか。こっちもこういう部屋があるよっていうことだね。でも残念ながら戻れないんだよな。さあ、これで部屋に行けるわけと。いや、まだか。意外と遠いな。お、まあ、こうしたと思ったんだけど。さあ、間を抜けて、まあ、上だよね、行くなら。好きな方を選べと。あ、しかもこっからか。上下、トントン。あ、いや、降りて大丈夫。上から行こうとせなくてよかった。ほいほいほい。さあ、無事部屋に着く感じですね。お？こちらがプレジデンスシャルフスイートにございますと。讃えある賞にも輝いた自慢のお部屋ですよ。だいぶ古びてるね。これぞまさに素朴な高級感の結晶と言えます。私は下がっておりますので、どうぞごゆっくりご覧くださいませ。お好きなだけじっくり見ていただいても構いませんよと。じっくりね。いいお部屋だと思います。調度品はすごく高そうだし、すごく広し、色使いも上品だし、大城さんのこだわりが伝わってきますね。めっちゃ嬉しそう。ここから屋上へ出られますか。宿泊費半額で泊まりいただいておりますと。でも泊まりたくないんです。お願いです、マデリン様、どうかご宿泊を。お城さん、これ以上足止めされると本当に困るんですけど。おお、鏡からまた出てきた。マデリンちゃん、ほっとけって、こんなクズクズ。はっきり言ったね。おっさん、いい加減現実見ろよ。このホテルはゴミ屋敷だ。こんなとこに泊まるやつなんて絶対いねえよ。こういうことははっきり言ってやった方がいいんだ。大城さん、この子のことは本気にしないで。わ、私はとても忙しいのです。お引き取りを。ほら、マデリン様、聞こえただろ、出てけってさ。そこから。僕の美しいホテルがゴミ屋敷、なんでそんなこと言うんだ。まあね、確かにね。これ以上話せるか。本当に失礼な小娘だ。でもあの子言う通りだったら。そうだよ、あの子の言う通りだよ。お前、あの子に手伝ってもらわないとまともに掃除もできなかっただろう。努力はしたよ、僕だって精一杯頑張ってるよ。マリーニさんは手を差し伸べてくれただけだ。だったらなんであんなひどいことを言う。本当に失礼なことです。で、ループか。さあ、闇に出たね。いやー、しつこかったな、あのおっさん。一つ貸したからな。ちゃんと仮リストに作っとけよ。もう私に関わらないで。んだよ、山頂目指すんじゃなかったのか。あんなに意気込んでたじゃねえか。やっぱやめて、怪しいおっさんのカウンセラーになることにしたのかよ。うるさい。マデリンさん、お帰りになる前に一つお尋ねしても。最初から逃げるつもりだったのなら、どうして私に親切にしたんです。私が何をしたというのです。はあ、あんたまだわかんねえ。こいつが人に親切なら自己満足のため。わかる？あんたのことなんかどうでもいいんだよ。違う、私はただ力になりたいって思った、それだけ。ダッセー、あんたら二人ともダッセーな。
なんだと？お前は僕侮辱しに来たんだな。お前なんかにヘイコラするのはもうたくさんだ。暴走したね。そうなるか。しかも攻撃してくるんだね。雷を出した後がってことか。一回避けてだね。さあ次、タイミング、いやよく考えられてるんだろうな、これに関して言うと。いやーマジかい。トンといって、トン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 。あ、難しいな。さ、トンといって、あ、そういうことか。結構遅くいったら遅くいったで調子狂うな。トン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 。ちょっと待った。テンポがだいぶ狂ってる。よし、これで。あれ、いけないか。なんかいけそうな気はしたんだけど。あー、はいはいはい。これでいいのか。ちょっとルートを変えながら。あー、ダメか。特にこう、ジャンプ力が上がるってこともないからね。うーマジか、これ難しくねえか。あれ、そういうことか。踏んじゃってやる感じか。っていうことは、うん、大体最後見えてるかな。なんか踏めるなーと思ったら、そういうことね。踏むのむず。綺麗に当たるなー。あ、イチゴ取ってんじゃん。忘れるよ、そんな。わからんわ。さあ、なんだ、一生懸命イチゴ取ろうとしたのがバカみたいじゃん。ただ、あ、最後は下ついていいんだね。いかんいかん、ちょっとやりすぎだ、ここは。上まで行ってまっすぐか。何回死ぬんだっていうぐらいちょっとドツボにはまっちゃってるね。さあ、そんな感じで来ちゃいます。うん、無理、ダッシュ使ってしまったしね。危ない。あ、ちなみに戻ることはできない。
ー乗れない。あー抜けるしかないか。乗れたら一番楽そうだね。ギリ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 がね。散々助けてあげたのにこういう仕打ちをしてくれたなんて。待って。予定としか。よし、危ない。1、2、3、4、5。よし。それは無理。ちょっと乗ってけばよかったな。あ、くー、奥のイチゴ見てた。だから同じことを。次はね、ちょっとね、一回一呼吸多い。あー、それは取れるんかい。あ、でもイチゴが増えてたからもういいや。オーブラー危ない。ギリギリ。よしよし。ちょっとね、頭をね、その大きい立派な頭もね使わせてもらって。危ない。よいしょ。ほい。あ、やばい。ここまで浮かってくるか。大城さん、やめて。あ、私は力になりたかっただけで。あらー、そんなに高くない。セルステホテルは修理のためしばらく休業いたします。2階は居積もりしてるし、図書室はぐちゃぐちゃだし、プレジデンシャルスイートなんて天井に穴が開いてるし、私のことはどうかもう放っておいてください。はい、ということで、チャプタークリアですね。まあ、こうやって見ると幽霊っていうのがよくわかるね。やっぱ色抜けてるし。いやー、このステージは結構大変だったな。難しかった。さあ、肝心のデス数は？あ、でも一応すごいねー。245。いやー、やばいね。さあ、次は、金色か。はあ。まあ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 、今回ここまでにしましょう。次回、チャプター4ですね。入っていく感じです。まあ、ただね、途中、やっぱやり込みがあるんで、アイテムがね、何かしらある感じなんで、ちょっと取っていきたい。やっぱゲットしないところはあんな風に出るんだね。でもあのでっかいハートがちょっと気になってね。まあちょっとそこも気になるところなんですが、次回はこの続きからやっていきましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。